回もお付き合いいただきありがとうございます。今日は明太和風パスタを作ります。材料は次の通りです。明太子、お吸い物の素、ニンニク、あとはお好みでしめじ、たけのこ、海苔、ネギなどを加えてください。いつものレンジ調理容器にニンニク、お吸い物の素、しめじ、たけのこを入れて食べやすい大きさにカットしてください。お湯を 300cc とオリーブオイルを加え、パスタとよくなじませます。蓋をして電子レンジで 700W を10分間加熱します。レンジを待っている間に明太子とマヨネーズをあえておきます。お好みで胡椒も加えてください。加熱終了。出来具合はどうでしょう。熱が残っている間に明太マヨとあえていきます。今回も西之島の宅肥釜の器を使います。海苔、ネギをトッピングして、最後に生の明太子ものせます。いかがですか？美味しそうにできたと思います。それではいただきます。磯の風味と松茸味のお吸い物の香りが絶妙に合ってました。明太子、しめじ、たけのこ、食感の違いが楽しめました。美味しい。大成功。次回も日曜日にズボラに配信予定です。